海 14CF14C はカーチス社がアメリカ海軍向けに開発していた艦上戦闘機である。試作のみで量産はされなかった。1941年にアメリカ海軍はカーチス社に対し大出力液冷エンジンであるライカミング XH-2470 を用いた戦闘機の製作を要請した。これに基づき試作機。 XF14C-1 を2機製造する契約が1941年6月30日に結ばれている。しかし、ライカミング XH-2470 エンジンの開発が不調であったため、搭載エンジンは空冷式のライト R-3350 エンジンに変更された。エンジンの変更に伴い、XF14C-1 の開発はキャンセルされ、 空冷性型エンジンに3羽根の二重反転プロペラを持つ XF14C-2 として開発が続行された。さらに、高度12000メートルでの飛行も考慮し、余圧コックピットを装備した XF14C-3 も開発されることとなり、2機が発注されている。搭載エンジン変更の影響を受けた設計変更により完成が遅れ。 XF14C-2 の初飛行は1943年9月であった。完成した試作機は1機のみで、海軍への引き渡しは1944年7月であった。試験の結果、実用上昇限度12000メートルの高高度性能等は一定の評価はされたが、高高度性能はともかく最高速度は大したものではなく、さらに飛行中の振動問題が深刻であった。 日本軍機の航空性能は低く、高度1万メートル以上の高高度における空中戦の可能性は高くないと見込まれ、それらは過剰性能となることが判明したこと、エンジンの生産も B-29 など向けに逼迫していることにより、開発計画は中止され、XF14C-2 以外の発注は取り消しとなった。これにより、XF14C-3 は、 試作機が製作されないまま計画は終了した。XF14C-1 及び XF14C-3 は試作機が製作されなかったため実際に製作された機体は XF14C-2 のみである。XF14C-2 は機種に3羽の二重反転プロペラを持ちエンジンに合わせて胴体は太めである。風貌は 枠の多い形式だが、これはコックピットを余圧式とすることを考慮したためで、あった。ターボチャージャーは、機種仮面に装備され、胴体仮面の中央部より、やや前方、主翼仮面の中ほどには、排気口が、主翼の左右前縁の付け根部分には、インタークーラーの吸気口があった。主翼は、直線翼で、下翼配置だが、やや中翼気味となっている。艦載機であるため、 主翼は髪型に折りたたむことができる。主翼中央部には 20mm 機銃が左右2問ずつ装備される予定であった。ありがとうございます。